こんにちは、シーバードです。今回新たに購入したこちらのご紹介です。ベリンガーのオーディオインターフェース UM2 になります。なんとAmazonで税込み5280円、送料も込みです。めちゃめちゃ安いですよね。なぜ今回オーディオインターフェースを購入したかというと、今まで使っていたこちらですね、ヤマハの AG03、 これはですね、1ヶ月ぐらい前からちょっとずつ調子が悪くなってきて、マイクの端子がね、いかれちゃったんですよ。なので声を取ることができないということで、最近ねエフェクターのレビューとかは声をねマイク取りしていたので、そういったことができなくなって困ったなというところで、安いオーディオインターフェースないかなと思って探していたら、こちらを見つけたわけです。で、ついでにね、これも買いました。これは何かというと、じゃん、マイクです。これもね、ベリンガーになります。 Amazon で2555円でした。うちにはね、Zoom だったりとかデジテック、あとボスの機材が多いんですけれども、今後ベリンガーの機材が増えていく可能性非常に高いです。この UM2 を使った感じの感想と、この15000円のヤマハ AG03 との機能の違い、そのあたりをね、この後お話ししていきたいなと思います。ではまずですね、このベリンガーの UM2 単刀直入に使ってみた感想をお伝えさせていただきますと、めちゃめちゃいいです。操作も非常に簡単ですし、音も全然いいですね。このヤマハの AG03 がだいたい15000円ぐらいで、そしてこのベリンガー UM2 が5000円、お値段的には約3分の1なんですけれども、音はね全然遜色ないような感じで、僕レベルだったらね全然いいと思います。パソコンのね USB に挿すだけですぐに認識してくれて、その場でもう使えるようになります。機能面のお話をしますと、このヤマハの AG03 はね非常に多機能だったんですよ。僕の中で重宝していたのが、ここのヘッドセットを挿すところと AUX、 この2つはねめちゃめちゃ使ってましたね。このめちゃめちゃ使っていた機能が残念ながらこの UM2 にはないと、まあ、ここがねお値段の差かなという風な感じがします。この AG03 ね、このヘッドセットっていうのは普通にマイクを挿す端子はあるんですけれども、ここにピンマイクとかをね挿してサクッとね音声が取れてたんですよ。それは非常に便利でしたね。あとギターを練習するときに、この AUX、 パソコンだったり iPad からね僕はね音を出してたんですよ。まあ、要は桶を流してたという感じですかね。外部からの音をねこれにね流し込めたっていうのは非常に大きかったです。まあ、その他ね AG03 は非常に多機能で優秀なオーディオインターフェースなので、この UM2 とねやれること、機能性の違いはたくさんあるんですが、まあ、僕みたいにですね音を取って声を取るぐらいの感じだったら全然これで十分だと思います。そしてこの UM2 と合わせて買ったベリンガーのウルトラボイス XM8500 ダイナミックマイクロフォンですね。こちら2555円でございます。なのでマイクとオーディオインターフェース合わせても8000円以下で購入ができると、超リーズナブルですね。じゃあこのオーディオインターフェースとマイクを使って音をね取ってみたいと思います。はい、では音声チェックやっていきたいと思います。今回ですね、ヤマハの AG03 のマイク端子壊れておりますので、こちらカメラのですねマイクと比較していきたいと思います。今現在カメラのマイクで撮っております。チェック、いかがでしょうか、いかがでしょうか。それではベリンガーの UM2 に切り替えたいと思います。はい、ベリンガーの UM2 とベリンガーのマイクで現在話しております。チェック、いかがでしょうか。こうやって話しながら聞いている感じだと全然遜色ないですね。2つ合わせて8000円未満の機材とは思えないほどのクオリティだと思います。若干ホワイトノイズを感じますが、これは全然許せる範囲なんじゃないかなというふうに僕は思います。僕くらいのインターフェースの使用方法であったりとかマイクの使用方法であれば、この2機種で全然問題ないと思います。という感じでベリンガー UM2 とベリンガーのマイク、いかがでしたでしょうか。使い方も非常に簡単で、この後ろから USB でパソコンにつなげて、ここにマイクを挿す、そしてボリュームを上げる、
これだけです。ギターの場合はここに挿してこっちのボリュームを上げる。そしてこれはアウトのボリュームなので全体的なボリューム調整はここで行うというふうな感じですね。安いし簡単、もう十分です。これで十分です。今後この2つでレビュー撮っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。